していきたい。おっと、堕落がありますね。サブエスカチェイス入りました。はい、じゃあまずはファーストチェイス、ここね大事ですよ。この雪なの邪魔なんでちょっとのけたいんですけど、これスプレーのせいでのけれません。これちょっとこっち側行って、でこの人堕落あるんで今突っ込んで板を消費してくると思うので、これはしっかりと倒していきたいと思います。ああ、いいですね、いいですね。でここはですね、あえて飛びませんと。で飛ばないってなったら次この窓に行くんですよ。はい、この窓行ってこっち側に行って、そこで待ったからこっち行くと。これで板の読み合いが1個減りますと。はい、これで歩いて調整して板を割ったらこっち行きます。で続いてはですね、ここで飛ぶか飛ばないかの読み合いをさせてですね、先に行かないのであればこの板に行くんです。で板、あー、いいですね。さあ板をこれすでにちゃんと見てですね、ここは一発目倒して倒していきましょう。これはね、半身を隠していくんですよ。半身を隠してキラーに視認されずにくいところに行って、これバウンド来るんで、ここでしっかりね階段の方に行かないのがポイントなんですよ。これそしてですね、さっきまで板突っ込んできたんで、これ待って、板を突っ込んでくるんかい、これ突っ込んでくるかい。さあこれ突っ込んでくるのはねちょっと聞いてません。でこれちょっと小屋回してるんでね、私ちょっとこの弱い方に行きたいんですけども、ちょっとここはですね最短でちょっと一回いなしたのでですね、もう一回相手に行きましょう。で今バウンド溜まってないんでね、早くない溜まるの。はい、これ手袋ついてますね。これ早いですよ、バウンド溜まるの。ということでこれ手袋なんでこっち側回っていきましょう。でこれね、下からの隙間をしっかり見てですね、起きてないのでこのまま真っすぐ行きます。でこういうねぐちゃぐちゃ動くとバウンドがね打ちにくいんですよ、ウェスカさん。なんとなので、こういうぐちゃぐちゃを使って行くんですよ。でここはまっすぐ来てるかどうかをちゃんと隙間で見てですね、どっか行きましたねこれね。目立たねえやつは一生目立たねえから。ちょっと使いやすいの笑うわ。ちょっと使いやすいな。あ、ちょっと使いやすいんだけど、何これ。今まで使ってなかった才能が開花するかもしれん。まあ、なんかめっちゃ使いやすいんだけど。あ、俺がチェス取るかこれ。なるほど、なるほどでございます。ケイちゃんとりあえず逃げてもろて一旦ね、立て直しでも何でもしてもろて。うん、いやー、これバランスより出歯のが支えそうな、この状況。ここも板ねえんだよな。これ追わないか、これないか。あ、追ってるわ。ごめんね、頑張って。こちらのそこカンカンやろ。とりあえずこっちまで離すから、あとはワンチャンガチでずっと追ってくれたらワンチャンある。あえてこっち行くわ。オッケー、読み勝っていくよ。こうやってこれあえてさ、キモい飛び方していい。よしよしよし、いいぞ。ちょっと越えて、でカンカン絶対してくるから。あ、お、板ブロック、板ブロック。じゃあ反対行きます。板ブロックしてきた時の対処をこれです。皆さん今日はこれを覚えて寝てください。
板ブロックされたら逆方面に走るんです。これ右から来て、これ飛んで、はい、そこ越えての、でこれあえて渋りません。はい、でこれね距離絶対離さないで前にいたら確認して、でもプライド勝負してほしいな。でこれ板をこうやって解除した時にこれ頂点に行って、でこれ読み合いをさせない。でこれは反対側なんで飛んでくる。めっちゃ板いっぱいあるな。こう一発目から倒して、で割らしてる間にこっち行きます。あとの窓見えとんで窓に向かって走る。いたあるな、ワンチャンス。これ追ってくれたな。オッケー、 うまいそれ。おい、いいね。止まないよ。わ、反応早っ。10台だ。お、いいね。これ追ってくれるのありがたい。これ通電するな。倒したらこれ通電だ。あー、どこねえな。さっきバランス見せたのから、でかっ。オッケー、これがさっきバランス見せたツケが回ってきたぞ。これ、いた、いたねえか。いたねえなら、いたしかたねえな。やべ、台無しだ。待ってよ、こっち行って、ここいたあるじゃん。うわ、やべ、うわ、そっちから来んのかよ。